今大会ティアクラス優勝を飾りましたのはゼッケンナンバー6番アッシュ高潔秀和選手、おめでとうございます。ティアクラス2番手にはゼッケン41番近藤レーシング鈴田隼人選手、おめでとうございます。3番手ゼッケン10番パワーステージ鳩山則人選手、おめでとうございます。さあではティアクラスは上位3選手表彰台にお上がりいただきましょう。さあ鳩山さんもいらっしゃって、はい、3選手、はい、皆さんにダンロップキャップが送られてまいります。変わりまして上位3選手、ティアクラス上位3選手にそれぞれ青少のトロフィーが送られてまいります。変わりましてこのティアクラスに設けられました特別賞デブチャン賞はゼッケン58番パワーステージ佐藤航選手が選ばれました。佐藤選手もどうぞ表彰台までお越しください。はい、デブチャン賞です。さあではこちらもティアクラス、優勝を飾りました高潔選手にお話を伺いましょう。今シーズン初開催となりましたティアクラスでの優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちを教えてください。素直に嬉しいです。ね、ジュニアクラスとの混走という難しいコンディションでのレースでしたけれどもね、そのジュニアとのバトルも演じながら見事ティアクラスのトップ優勝ということでね、全国大会は出させていただきます。出ます、ね、じゃあ水波を代表として、ね、ホームのドライバーとして頑張ってください。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。高潔秀和選手でした。さあではティアクラスこちらも4選手で記念撮影と移りたいと思いますので、どうぞ皆さん1段ずつ、もう1段ずつ高いところを上がっていただきまして、はい、記念撮影お願いいたします。ではティアクラス上位3選手、そしてデブジャン賞佐藤選手に大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。ではここでティアクラスも上位3選手にそれぞれシャンパンが送られてまいります。さあでは3選手シャンパンを受け取りましたので、こちらも盛大に行きましょう。いいかな、行きます。シャンパンファイト。やられてるよ。あ、逃げた。はい、3選手おめでとうございました。ティアクラス上位3選手のシャンパンファイトでした。ぜひね、来月の全国大会でもこのようなシーンお願いをいたします。